いや、久保さん。なあな、ファンキューですね。会社来なくていいよと。給料を上げるからっていうね。<laughs> まあ、そんな人材を雇用したのは久保哲郎であり、僕でありっていうね。<laughs> 矛盾ですよね。だからね、僕は、あの、その過去の経験と今をこう、すり合わせて、だから売り上げ作れなかったんだなっていうとこですよね。やっぱ結局、その、 従業員のせいにしてしまう。でもまあ自分で抱え込む、まあな,なんだろうな、まあまだまだ弱かったんでしょうね。でも弱かったけども学んだことはやっぱりその、うん、売り上げっていうのは分かんないんですよ。うん、だからどんなにそのすげえ上場企業で売り上げブイブイ上げてても、まあ時代が変わってね、いきなりこう、なんかダメになる場合もあるんで、ずーっと順調。 何の、事件もな,い何のなんだん、何もない。だけど売り上げは上がり続けるっていう会社は本当にないと思います。あっても一部の一部ですね。売り上げが上がり続ける会社内で事件が全く起きない。もういい社員しか入社しない。 社員に恵まれてる、仲間に恵まれてる、悪い社員が、悪い社員っていうかね、働かない社員とかね、まあそういうの入ってこないと。やる気に満ち溢れてる人しか、会社精神溢れてる社員しか入ってこないとかね。人間関係のトラブルも一切ない。みんなが気持ちよく働いて、みんなが気持ちよくやってる。ずっと、それが10年、20年、30年ずっと続いてますっていう会社は、 多分ほとんどないと思います。まあ一部の一部の一部はあるかもしれないですけどね。何かしらトラブルあるし、何かしら人間関係のそのなんかごたごたあったりとかするし、売り上げが下がったりもするし。うん。まあそれがまあ僕は会社だと思うんですよね。うん。そう。でまあそういう経験をして思ったのが、まあ まあ最終的に雇わないってことですね <laughs>。やっと自分を雇うってことを聞きました、ね。自分を雇うってう。ん。あの、要は、これってもう究極系だなと思うんですけど、要は人を雇うと人のせいにしちゃうんですよ。人のせいにできたりするんですよ。まあ実際嘘ではないんですよね。だから、この2つは嘘ではないんですよ。 実際、働かない従業員、まあ、働いてない。自分の給料すら稼げない。給料泥棒。これも事実としてあるんですよ。で、それを採用したこっち側の事実もあるんですよね。だから、二つの側面の事実があるんですよねで。どっちが悪いのかっていうと、両方悪いと思うんですよ。 さそれ採用した方にも責任があるし、仕事しないやつにも責任があると思うし、給料もらっときながら仕事しないんでしょだからそれも責任あるじゃないですか。か両方に責任があるわけですよね。だから両方に責任があると、その責任の量が分配されちゃうんですよ。だけど、これね、人を雇わないで、己のみでいくと、その責任の分配できないので、自分に完全なる100%の責任なんですよね。だから、 なんだ成長っていうかねすごく僕はそうだからね今すごく成長できたなと思いますねだから責任を分配しないってことですねだからた多分ねその責任の分配してたからっていうのがあるんじゃないかなと思いますね今はで今はもう100%誰のせいにもできないし自分なんですよ100%自分 だからまあ、そうなると、いいっすよ。<laughs> いいというか。なんか僕はすごく成長できましたね。このこ年な振り返ってみると。100%自分になると、うーんその100%が、ちょっとずつ上がっていくっていう、100%を超えられるっていう感じですかねうん。結構まあ、いろんなことあったけど、乗り切ってきて。 まあもう乗り切れなかったらね、今、こんなことやってないですけどね。まあ、ほんといろいろありましたけど、まあ、これからもだからね、最近ね、久保さん、僕、平和なんで、なんか平和で怖いですよね。なんか平和だから怖いっていうね、<laughs> 何なんですかね。<laughs> こうなんかこう、この平和っていうのは、なんか大きい事件が来る序章なのかみたいなね。<laughs> なんかあの、毎回、毎回いろんなことを、この独立しても毎回いろんなことが起こってたんで。 もともと借金返済もあったからね。やっぱ借金返済してから、本当になんか、ちょっとだいぶ緩やかになってきて。だって借金返済あるのにいろんな事件がいろいろあったわけですよ。借金返済しながらもいろんな事件がこう勃発してて、なんか事件をなんか3個同時解決していかないといけないとかね。かそんな感じだったんで、なんか今なんか平和だな、みたいな。か平和が逆に怖いっていうね。 なんだろうまあだから怖いからこそやっとくっていうね何があってもいいようにやっとくっていう感じですねい、うん、ってらっしゃい